火なしコンロの作り方を示す。イラスト火なしコンロの作り方を示す。イラスト火なしコンロは、日本でかつて用いられていた、調理器具の一種。女性雑誌、夫人の友の1916年3月号に、記載があり、江戸時代に、すでに存在していたとの説もある。大正時代の、夫人の友で提唱されたものは、調理途中の鍋を火からおろし、熱いうちに木箱に入れ、 おがくずを詰めた布団で覆い、余熱で調理を行うものである。煮物の加熱は、あまり強すぎない方が良いことや、これを用いれば、焦げや吹きこぼれを気にすることなく、調理中に他の家事も可能なことが利点とされ、これを用いてぬめし、煮豆、煮しめなどの調理法が紹介されていた。火なしコンロが本格的な普及を見せるのは、太平洋戦争末期の物資不足時代である。 戦時中は、レンマメン豆タンなどの燃料が、配給制となり、1941年からは、家庭用ガスも規制され、燃料の節約が必須となっていた。やがて大戦末期にはそれらに加えて、調理中に空襲警報があって避難する際は、火災を避けるために、火の始末の必要があり、さらに火の使用を制限する必要が生じた。そこで、 火の不要な調理器具として火なしコンロが普及することとなった。戦時中の各家庭での火なしコンロは、あり合わせの箱、損、おひつ入れなどを用い、その中に布団を敷いて断熱材を詰め、熱い鍋を中に入れて布団をかぶせるもので、断熱材には、新聞紙、紙くず、ボロ布、藁、綿、おがくず、もみ殻などが用いられた。女子栄養大学の月刊雑誌、 栄養と料理の1943年3月号には、火なしコンロを2個以上用意しておくと、燃料も経済的で暖かいものをいつでも用意できるとの記述があり、実際にこの火なしコンロで粥などを作っていたとの体験談もある。戦後においても、このような保温調理の原理は様々に形を変えて受け継がれている。平成以降には、鍋に帽子状の布をかぶせて、 保温調理を行う鍋防止が愛用されているが、これも火なしコンロが由来とされる。ありがとうございます。